こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、新島八重の生涯について解説していくぜ。日本のナイチンゲールと言われた人物だね。彼女の生涯は、幕末の動乱、明治維新の変革、日本の近代化という激動の時代を駆け抜けたものだった。まさに、日本の歴史と共に歩んだ人生ってわけだ。この動画を見ると、江戸時代末期から昭和初期にかけて活躍した新島八重の生涯がわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってね。八重は戊辰戦争で会津藩の砲術師範の娘として、男装して銃を持って奮戦したことで知られている。彼女は幕末のジャンヌダルク、とも呼ばれるほどの勇敢さと忠義を示して、新政府軍と戦ったぜ。なんて勇ましいのかしら。大政奉還、東征復古の大号令、によって、時代は江戸時代から明治時代へと移りつつあった。1868年の鳥羽、伏見の戦いで江戸幕府軍が敗れた後、戊辰戦争が勃発。新政府軍と旧幕府軍の戦いが全国各地で繰り広げられ、八重がいた会津藩は旧幕府軍の中心的な勢力として新政府軍に対抗した。彼女の戊辰戦争での活躍ぶりを詳しく知りたいよ。幕末期において、会津藩は幕府側の味方となって京都守護職、などを担当。旧来から続く社会の秩序を守ろうとした。軍からは天皇に敵対するものとみなされた。ほうほう。新政府軍は東北の大名である仙台藩や米沢藩などに、会津藩を討伐するため出兵を命じた。だけど東北の大名は会津藩に対して同情的で、降伏勧告や赦免嘆願など寛大な処置を求めたんだ。新政府軍はこれらの嘆願を拒否して、会津藩への攻撃を強行したぜ。それで、どうなったの？この状況下で、東北の諸大名は新政府軍に対抗するために同盟を結成。これが奥羽越列藩同盟、だ。1868年5月6日に成立した奥羽越列藩同盟には、陸奥の国、出羽の国、越後の国の31藩が参加したぜ。一致団結で挑んだのね。奥羽越列藩同盟は新政府軍に対して各地で戦闘を行ったけど、だんだん劣勢になっていった。1868年9月には仙台藩や米沢藩が降伏して、同盟は崩壊。そして最後まで抵抗した会津藩を新政府軍が攻めたことで、会津戦争が始まった。この戦いは、1868年11月6日に降伏するまで続いたぜ。ほほう。1845年、会津藩の砲術師範だった山本権八と作夫妻の三女として、八重は生まれた。彼女は幼少期から父や兄に砲術や鉄砲の手ほどきを受けて、男勝りな性格として育ったそうだ。山本家の祖は、武田信玄の軍師山本勘助、とされている。お父さんはどんな人物だったのかな？八重の父、山本権八は、会津藩校、日進館で教授として軍事教育を行って、金門の辺では長州藩への砲撃で活躍。戊辰戦争の最終局面だった会津戦争では、玄武市中隊に所属して新政府軍と戦ったぜ。へえ、立派な人物だったんだね。だけど、一ノ関の戦闘で討ち死にしてしまったぜ。そうなんだ。1865年、八重は会津藩校日進館の教授だった川崎章之助と結婚。この時八重は二十歳。1868年には、戊辰戦争が勃発。八重は刀や薙刀で戦う婦女隊には参加せずに、断髪、断装して自らスペンサー銃を用いて戦ったぜ。お父さん譲りの勇敢さだね。新政府軍によって追い込まれた会津藩は、会津若松城に籠城して抵抗を続けた。新政府軍は約2万人の兵力で攻撃し、会津藩は約5千人で防戦。新政府軍に包囲されて孤立無援の状況に陥った城内では、食料や弾薬が不足して疫病や火災も発生していた。だけど彼女は決して屈することなく、夫や他の藩士たちを励まして新政府軍の攻撃に抵抗を続けた。八重は一体どんな戦いをしていたのかしら。自身が愛用するスペンサー銃と、100発の銃弾だけを頼りに戦っていた。実は八重は優秀な射手で、敵兵が城壁に登ろうとする時も的確に撃ち落としたそうだ。薩摩藩二番砲兵隊長だった大山巌を狙撃して重傷を負わせたと言われているぜ。わぁ、なかなかやるね。八重は、会津戦争の様子を次のように回想している。女性たちは弾薬の補給に奔走し、あるいは傷ついた人々の運搬や救護に当たっていました。この時の様子は言葉にできないほどだった。空き時間を見つけては、仲間の女性と一緒に握り飯を盆に盛り、病室へ運んでいた。敵が攻撃している時は、大砲の音が轟然となり、爆発が地面で起き、砂塵が舞い上がったため、目も開けられず呼吸もできなかった。しばらく立ちすくんでから目を拭ってみると、仲間の女性も煙の中に立っていた。
彼女の顔は完全に土くれのような怪物に見え、私はそれがとても面白くて大笑いした。彼女も私の顔を指さして笑っていた。レッセイの中でも大笑いをするなんて、男勝りな度胸あふれる性格を垣間見ることができるね。アイズハンは新政府軍の圧倒的な兵力にかなわず、1868年11月6日、アイズハンは新政府軍に降伏、八重は夫の正之助と生き別れることになってしまった。正之助は捕虜となって後に釈放されたけど、その後しばらくして亡くなった。故郷の会津を失った八重は、米沢藩主、内藤新一郎の招きにより米沢に移り住んだ。そこではどんな生活を送っていたの？生活はとても貧しいものだった。でもある日、なんと兄の山本角馬が生きていることを知ったんだ。京都にいた角馬は薩摩軍に捕らえられ、処刑された、と八重は聞いていたから、驚いたそうだ。嬉しかっただろうね。獄中の角馬は政治、経済、教育、衛生、衣食住、貿易諸藩、など、多岐にわたる政治経済論関権を書き上げていた。その書が薩摩藩の要人に高く評価されて、彼は釈放された。さらには明治政府にも認められ、京都の市政まで任された。日本に小学校や科学研究所、官僚大博覧会などを作るアイディアは、山本角馬の知見によるものだとされている。すごい功績を残した人物なのね。角馬が存命であることを知った八重は、兄を頼るため京都へ向かったぜ。戦いには敗れたものの、戊辰戦争の時に八重は会津藩のために命を懸けて戦った。だから八重は幕末のジャンヌ・ダルク、とも呼ばれているんだ。なぜ、ジャンヌ・ダルク？八重とジャンヌ・ダルクは共に祖国を守るために断層して武器を持ち、勇敢に戦ったという境遇が似ているからだ。なるほど、それは納得だね。ジャンヌ・ダルクは15世紀のフランスに生まれた少女で、英仏百年戦争の最中に髪の啓示を受けて断層してフランス軍に参加、イングランド軍と戦った。彼女は農家の娘として生まれ、12歳から聖ミカエルや聖カタリナなどの神々の声を頻繁に聞くようになった。そして神の声に従って、16歳の時に自分の村を出てフランスの王太子シャルルに謁見したんだ。ふむふむ、ジャンヌはシャルルを説得して、自分が神から派遣されたものだと説得した。ジャンヌ・ダルクに導かれたフランス軍はオルレアン包囲戦などで勝利し、劣勢だったフランスは大逆転勝利を収めた。彼女はシャルルの戴冠式に立ち会って、フランスの救世主、として国民から敬愛されたぜ。まるで英雄だね。だけど最終的にはイングランド軍に引き渡されてしまって、異端審問において異端者、と宣告され、家計に処された。この時彼女は、わずか19歳だった。1871年、八重は兄の山本角馬を頼って京都に移り住んだ。この時八重は26歳。兄の角馬は京都府顧問として、幕末から明治初期にかけて京都府政の実権を握っていて、京都博覧会や京都鉄道などの近代化事業を推進、またキリスト教に改宗して、同志社英学校の設立にも大きく貢献している。じゃあ、そこで八重も何かを学んでいたのかな。角馬の影響で八重は英語を学ぶようになって、ヨーロッパ的な価値観を身につけるようになっていった。そして翌年には兄の推薦で京都旅行場の兼社長、行道司補となって、女学生たちに礼法や養蚕を教えるようになった。ふーん、そうなんだ。男勝りな八重は、経営難になった京都旅行場の補助金を増やすようにたびたび京都府知事、牧村正直に直訴している。だから世間からは烈婦、つまり気性の激しい女性と言われたそうだ。なんだか想像つくよ。精力的に教育活動を続ける八重は、新島城と出会い再婚。21歳の時にアメリカへ密航した新島城は、ニューイングランドにあったアンドーバー新学校を卒業。ヨーロッパの精神や思想をアメリカで学んだ新島は、日本が近代化するためには蒸気機関車や電信電話の技術など、西洋文明の表面的な部分だけを学ぶのではなく、その文明が成立した根幹であるキリスト教を学ぶことが重要であると考えた。ほうほう。自分の理想とする国はアメリカである、と確信した新島は、日本に帰国した後キリスト教を通じた日本の教育改革に尽力した。当初は大阪でキリスト教学校の設立を目指したけど、認められなかった。そこで京都に目を向けた新島は京都府知事の牧村正直や京都府顧問の山本角馬と出会って、協力を得ることに成功。同志社英学校を設立した。八重の兄の角馬は同志社大学を設立するために、自身が所有していた旧薩摩藩邸敷地を破格の値段で譲渡している。ということは、八重もキリスト教を信仰したのかしら。キリスト教に興味を持って、新島から聖書を習っている。この時に二人の関係は深まったと思われる。新島は結婚を考えていなかったけど、健康が悪化していたこともあって八重との結婚を決意。
そして1875年10月、新島と八重は婚約をした。新島にとって八重は、まさに理想の女性だったそうだ。どんなところが理想だったんだろうね。八重はキリスト教を深く理解して、周りに流されない強い意志を持ち、自ら進んで行動する女性だったからだそうだ。価値観がぴったりだったわけか。1876年1月、京都において新島と八重はプロテスタント最初の洗礼を受けて、翌日に結婚。これは日本人同士による初めてのキリスト教を取り入れた結婚式だった。新島は32歳で、八重は30歳。この時八重の母、佐久も洗礼を受けている。へぇ、仏教各宗派はキリスト教主義の学校建設に反対して、京都府や文部省にたびたび抗議している。これを受けて京都府は、京都旅行場に勤めていた八重を解雇してしまったんだ。え、ひどい仕打ちだね。同じ時期に新島は同志社 A 学校を開校して、初代社長に就任。開校時の教員は、新島と J.D. デイビスの2人、生徒は8人だった。八重も生徒たちに作法、礼儀などを教えている。母の佐久も同志社女子学校にある寮の社官を務めていて、学校運営にできる限り協力していた。家族経営だね。明治維新を実現したといっても、女性は男性に従うことが当たり前である、とされた時代。合法で男勝りな八重の生き方は、世間から天下の悪妻、とも言われている。男女平等を望む八重は西洋帰りの夫を嬢、と呼び捨てにしたり、レディファーストを受け入れる態度は世間からはよく思われなかったんだ。でも、夫婦仲は問題なかったんでしょ？もちろん、夫婦仲は良好だった。アメリカにいる友人の手紙の中で新島は、彼女の見た目は美しくないが、生き方がハンサムだ。私にはそれで十分だ。と書いている。新島は死ぬ間際にも太っていた八重の体重を心配していて、医師に痩せさせる方法を聞くなど彼女の健康を気遣っていたそうだ。軽くディスってるところもまた、愛を感じるね。1890年1月23日、新島は心臓疾患を悪化させて、群馬、前橋で倒れて亡くなった。亡くなる間際、左手を差し出した八重に、狼狽するなかれ、グッドバイ、また会わん、という言葉を残したそうだ。同年1月27日の13時より同志社前のチャペルで葬儀が営まれて、京都東山、若王寺山頂に葬られたぜ。夫の新島が亡くなった後も、八重は日本の近代化に多大な貢献をしている。日清戦争と日露戦争では従軍看護婦として、傷病兵の看護に尽力したぜ。その功績から、八重は日本のナイチンゲール、とも呼ばれているんだよね。1887年、赤十字社の一員である日本赤十字社、が設立。赤十字社、は、人道支援活動を行っている世界192の国と地域にある組織の総称だ。スイス人のアンリー、デュナンが提唱した人の命を尊重し、苦しみの中にいる者は、敵味方の区別なく救う、という理念に基づいて、赤十字社は1859年に設立されたんだ。具体的にどんな活動を行っているのかしら？中立、公平、人道、協力、自発、統一、普遍、という7つの原則に従って活動している。現在の赤十字社は戦争や災害などで被災した人々に救護や支援を行うだけじゃなく、献血や看護教育、国際人道法の普及などにも尽力している。毎年5月8日の世界赤十字デーと、5月12日の国際看護師の日を挟んだ期間を赤十字月間として、赤十字活動の周知や募金活動を行っているぜ。へぇ、それは知らなかったよ。日本赤十字社は西南戦争で初めて負傷者救護を行って以来、国内外で多くの人道支援活動を行っている。現在でも赤十字病院や血液センターを運営して、災害救護や国際協力などを行っているぜ。とてもありがたい存在だね。新島の死後、社会に貢献するあり方を考えた八重は日本赤十字社の正社員となった。現在の看護、と呼ばれる仕事は、八重の功績が大きく関わっている。会津戦争の時に、若松城内では婦女子による治療、看護活動が行われた。この活動は看護制度の先駆けとなる事例でもあって、会津戦争での経験が日本赤十字社の発展に貢献できる、と八重は考えたんだ。うんうん、それで？1893年、京都に日赤特使看護婦人会が設立されると、八重はいち早く婦人会の会員として参加している。敦使看護婦人会は皇族や家族の婦人によって組織された会で、今の言葉で表現するとボランティアナースのような立場になる。八重は日本赤十字社の仕事を兼務しながら、婦人会を通じて看護学修了証を取得。京都府立看護婦学校の教員として、若い看護婦たちの指導に当たったぜ。素晴らしい。1894年に、日本と中国との間に日清戦争が勃発。日清戦争が始まると、八重は従軍看護婦として広島の陸軍予備病院に赴いた。
彼女は40人いる看護婦の取締役として、怪我人の看護だけじゃなく看護婦の地位の向上にも努めたそうだ。男勝りな八重は、ここでも率先して行動していたんだろうね。彼女は自らも手術や包帯交換などを行って、その姿勢を見た多くの看護婦や患者から慕われている。当時まだ珍しかった消毒や衛生管理なども徹底して行い、医療技術の向上にも努めた。4ヶ月間ほど軍看護婦として滞在した八重は、約1万人の患者を看護したと言われている。うわ、すごい人数。1904年には、日本とロシアとの間に日露戦争が勃発。この時も八重は従軍看護婦として大阪の陸軍予備病院に赴いた。59歳という高齢だったけど、彼女は若い看護婦たちに負けない活気を見せている。患者からお母さん、と呼ばれるほど親しみやすくもありながら、時には厳しい言葉をかける教育者でもあったそうだ。負傷した人たちには、とても心強い存在だっただろうね。八重は2ヶ月の間従軍看護婦として滞在して、約2000人の患者を看護したそうだ。日清戦争、日露戦争での従軍看護婦としての功績が認められた八重は、それぞれに勲章が授与された。1896年には日清戦争での功績が認められて勲7等宝冠章を、1905年には日露戦争での功績によって勲6等宝冠章を授与されている。皇族以外の女性として初めて勲章が与えられたケースで、当時の社会では画期的な出来事だったそうだ。それだけのことをしたってことだもんね。それはそうとナイチンゲールはイギリスの看護師だよね。医療改革に尽力した人物だ。ナイチンゲールは1854年に勃発したクリミア戦争に看護師団を率いて従軍して、不衛生な病院で負傷兵の救護や衛生管理に努めた。夜間にランプを持って会心する姿から戦場の天使、やランプの貴婦人、と呼ばれて英雄視されたぜ。有名な話だから、知っている人も多いだろうね。ナイチンゲールはクリミア戦争後もイギリス国内の病院や陸軍の衛生改革に取り組んで、近代的な看護体制を確立した。また、世界初の看護学校を設立して看護師に専門的な教育を施すことを提唱している。統計学やグラフも用いて医療データを分析して、女性初の王立統計学会会員やメリット勲章受章者となったぜ。その業績は、今も世界中の看護師に影響を与えているよ。彼女の誕生日である5月12日は、国際看護師の日、として記念されているぜ。そうなんだね。八重の兄だった山本角馬は幕末の偉人たちとの交流も広くて、目や足が不自由になりながらも京都で役職を歴任し、京都の近代化に貢献し続けた。そして1892年、65歳で亡くなったぜ。この偉大な兄がいなかったら、八重の生涯は全く違っていたかもしれないよね。そして1896年には、河原町の自宅で母の作が86歳で移民。気丈で聡明な母親だった作は、兄の角馬が後年になっても、自分はとても母の聡明さには及ばない、と語っていたほど、会津戦争の時若松城下に天然痘が大流行した際には、まだ一般的じゃなかった思想の必要性を説くなど、先進的な思想の持ち主だったそうだ。親子ともども、立派な人物だね。1924年に80歳となった八重。皇后陛下による同志社女学校の訪問に際して単独謁見を許され、お言葉を賜っている。また1928年に行われた昭和天皇の即位大礼の際には、金杯が下賜されたぜ。どんな晩年を過ごしていたんだろう。兼任時のお正である木雷と茶事を楽しむ毎日だったようだ。お正から袈裟を受けたから、世間では仏教に帰依したのではないか、という噂があったようだけど、修正経験なクリスチャンとして人生を全うしている。袈裟というのは、仏教の僧侶が身につける布状の衣装のことだね。八重は1931年に胆嚢を患い体調を崩した。そして1932年6月14日、急性胆嚢炎のため亡くなった。86歳だったぜ。とても長生きしたんだね。八重は遺産のすべてを同志社に寄付している。同志社女子大学の栄光館で葬儀が営まれて、4000人もの参列者があった。脈王寺にある同志社墓地、夫であった新島城の傍らに葬られたぜ。激動の日本と共に生きた八重の人生を垣間見ることができたよ。故郷の会津藩が滅びた悲しみ、夫の新島城が亡くなった試練にもめげず、彼女は教育者、看護婦として日本の発展に多大な貢献をしている。そしてキリスト教の洗礼を受けた八重は、同志社大学の創立や京都の近代化に大きく貢献。自分の信念と使命感に従って、神と人に対して奉仕に尽くした人生だったぜ。天皇からも敬愛された彼女の生涯は、日本の近代化に貢献した女性の一人として私たちに深い教訓を与えてくれるね。ああ、そうだな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいよ。よろしく頼むぜ。
最後まで、ご視聴ありがとうございました。